大鳥駅は、大阪府堺市西区大鳥東町一町にある、西日本旅客鉄道阪和線の駅である。堺市西区の中心駅で、水田総合車両所ひねの支所、大鳥発出所及び乗務員区所としての、大鳥電車区も併設されており、阪和線における拠点駅の一つである。大鳥発出所は現在でも留置線として使用され、夜間大白運用があるため、当駅が、始発、 終点となる列車が終日設定されている。2011年3月11日までの日中には、当駅が始発、終点となる列車はなく早朝、朝ラッシュ時、及び夜間にのみ設定されていた。当駅は、半和線の本線と、東羽後ロム駅への半和線支線との分岐駅となっている。この支線も、正式には、半和線の一部であるため、線路名称上では、当駅は、 半和線単独駅である。駅番号については、本線部のみが対象となっており、JRR33 が付与されている。しかし、路線案内上では、本線部分のみを、半和線、東羽衣市線を羽衣線と表記している。以下では、本校でもこの形式に従う。端式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを持つ。 地上駅で、京城駅舎を有する。出入り口は東口、西口の2カ所がある。ホーム有効町は、本線部は8両編成分、羽衣線5番乗り場は4両編成分。黒潮号の一部の電車が停車していた頃は9両、編成も含まれていたが、9号車天王寺よりと、1号車、和歌山寄りには、扉はなく、ホーム有効町内に、客用扉が収まっていたため、 扉カットは実施していなかった。改札口は一箇所のみ。駅コンコースは自由通路を兼ね、東口、西口ともにエレベーターが設置されている。東羽衣方面のホームはややカーブしており、かつて6番乗り場だった部分は線路が撤去され柵で仕切られた。また、5番乗り場の天王寺寄りには本線への渡り線の他に安全側線が設置されていたが、四両化工事に 伴い撤去された。駅舎のバリアフリー対応は2008年3月、竣工。エレベーターが各ホームに一気ずつ設置されている。エスカレーターは、和歌山、関西空港方面ホーム及び天皇寺、大阪方面ホームに、上りと下りの2本ずつ、羽衣線ホームは上り1本のみ設置されている。2013年9月に、阪和線の運行管理システムが更新されたのに、 ともない、ホームやコンコースに設置されている、電光掲示板の表示が一新された。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、モズ駅、上野芝駅、つくの駅、富木駅、東羽衣駅の5駅を管轄している。緑の券売機、定期券自動発行機が設置されている。IC カード、移行貨を利用することができる。駅構内には、 コンビニエンスストアのセブンイレブンハートイン、うどん店のメンカ、企業銀行 ATM などがある。半和線の下り本線は2番乗り場、上り本線は4番乗り場となっている。1番乗り場と3番乗り場は対比列車の発着に使用されることが多いが運用が固定されているわけではない。当駅では日中以外の時間帯に快速と普通の環急接続が行われている。ラッシュ時には 普通が上野芝駅で快速、特急の通過待ちを行い、追い抜いた快速列車が普通の接続待ちを行う設定がある。下り和歌山、関西空港方面のラッシュ時に先着した普通を2番乗り場に入れて、後続の快速が1番乗り場から発車する設定や、普通電車で交互着発のために1番乗り場を使用することがある。 天王寺方面から当駅止まりの電車はそのほとんどが1.2番乗り場に到着するが直接折り返して天王寺駅となる電車は3番乗り場に直接入るこの場合で当駅より先に向かう場合は隣のホームに移動する必要がある日中11から15時台の天王寺駅発着の普通は当駅で折り返すためこの時間帯の当駅熊取駅間の各駅は ひねの駅発着の区間快速が停車する。2019年度の1日平均乗車人員は19,096人である。半和線、関西空港線の途中駅では、三国が丘駅に次いで第2位の利用者数である。おおむね1万5,000人程度で横ばい傾向であったが、2008年3月に、 アリオ大鳥が開業したことにより、2008年度の1日平均乗車人員は、前年度より1000人程度増加した。その後も、アリオ大鳥周辺のマンション開発等により、増加傾向である。大阪府統計年間によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。古くから、大鳥大社の鳥居前町として、明治以降は、千北郡の行政の中心地として、 熊野街道に沿って発展してきた。現在も町の中心は駅に近い小栗街道沿いの大鳥本通り商店街付近のエリアである。しかし、小栗街道は、ほとんどが旧来の狭い道で、路線バスは通っていない。小栗街道のバイパスとして、大阪府道30号大阪泉線南線が、東側を並走しているが、大鳥駅は小栗街道の西側に位置しており。 路線バスの乗り入れができない状態が長らく続いていた。2008年3月に、東急車両製造大阪製作所跡地に、有り大鳥がオープンし、大阪泉線南線、大鳥駅下り交差点から、大鳥駅前を経由して、有り大鳥を結ぶ道路を18メートル幅へ、拡幅し、4400平方メートルの駅前広場を整備した上で、西区役所前から、大鳥駅前へ、 バスターミナルを移転させる再開発事業が始まり、2019年9月23日より、駅前に路線バスが乗り入れるようになった。全便が南海バス、カッコ内は管轄する営業署名。ありがとうございます。